河津昇の公式メルマガでは毎朝5時にあなたが元気になる情報、勇気や希望が湧いてくる話、今日も頑張ろうと思える話を無料で配信しています。ぜひご登録の方よろしくお願いします。登録方法は概要欄に載ってありますので、そちらからご覧ください。ぜひ登録していただいて、明るい一日のスタートを切っていきましょう。今さっきかんちゃんがそのズッチーの受け売りで話してたら、その周りのね、まあ、娘さんがほらポジティブになってきたって話があったじゃないですか。でも実はこれは僕もそうで、僕もメンターの亀ちゃんの受け売りで皆さんに伝えてるんですよね。ってことはその亀ちゃんから教えてもらったものなんですけど、その亀ちゃんっていう僕のメンターは誰に教わったかっていうと、まあ、アラン・コーエンさんっていう亀ちゃんのメンターだったり、犬飼ターボさんっていう亀ちゃんのメンターだったりするわけですね。で、亀ちゃんが得たものを、まあ、ギフトですよね。ギフト、まあ、捉え直しのレッスンとか、あとは事実と捉え方のレッスンとかね、うん、こういう自分が得たギフトを亀ちゃんは渡してるんですよね。まあ、亀ちゃんはお仕事として、で僕はその講座を受けてまた皆さんにギフトを渡してると。そしたらそのギフトを亀ちゃんは受け取ってくれて、その受け取ったギフトをまた娘さんにね渡してるっていう、これ すごいね幸せの連鎖じゃないですか。でこれが共存道だと思うんですよね、うん、やっぱりこの共存ってどこまで行っても道がつくものっていうふうにメンターの亀ちゃん言ってたんですけど、こういう豊かさの連鎖をやっぱり目指すのがハイブリッド社だと思うので、なんかね素晴らしい話だなと思って聞いてたんですけど、僕もねこれから、お仕事とかで役立つ話かなと思うのが、今さっきねがちょっと私はこれから人に話すことを人にね伝えることがないかもしれないけどっていうふうに言ってたんですけど、例えば僕がなぜこういうふうに皆さんにお伝えできてるかっていう話なんですけど、まあ、今さっきもね3人にはお伝えしたんですけど、まあ、僕はそのカメちゃん、メンターのカメちゃん の人間心理学センターピースっていう講座に行ったんですよ。1日集中講座でした。その1日集中講座を、受けた時にもうね自分の中の常識というか、これが自己肯定感だったのかっていう、もう自分の凝り固まった自己肯定感がガラガラガラってもう崩れていったんですよ。で、僕はこれを教えたいっていう。で、この教えたいってエネルギー皆さん何だったか覚えてます？うん。したいが自分軸、してもらいたいが他人軸、してあげたいが幸せ軸、つまり共存ですよね。うん。で、この共存で僕は、あ、これを教えたいってなったわけですよ。ってなると、どうなったかっていうと、全部で6講座初級はあって、中級は4講座あったんですけどね、人間心理学センターピースって講座が1日のそうですね10時から17時の講座が、でその間僕は受講生の、誰よりも質問したんですよ、亀ちゃんに。でその受講生の中の誰よりも、自分だったらこう言おうかなとか、なんでこのワークをこのタイミングでするのかなとかいうふうな思考になったんですよね。なぜかというと、僕はこれを人に教えたいってなったからです。だから何が言いたいかというと、皆さんもなりたい姿があったらモデルとする人がいると思う、決めて、そのモデルとする人がなぜこういう話をするのかなとか、自分だったらこう言おうかなとか、そういうアウトプットを前提としたインプットをするっていうことをすると豊かになっていくっていうふうに僕は思っていて、だからこの前ですね、僕政治家になるんですよ次は。そう、4年後のね統一地方選挙に出るんですけど。あ、本当に？あ、そうで、だから僕は何をするか してるかっていうと、もうモデルを決めてるわけですよ。例えば僕のモデルだったら神谷宗平さんっていう参政党の方なんですけど、事務局長なんですけど、今国会議員に立たれてますと。でその方にこの先々週に、まあ、皆さんと同じようにオンラインでねお話をさせていただいて、4年後に出馬して、もう通る前提で
通った時に、市議会議員で通った時に、どうしたら最初から戦力になれますかと、今からこの4年間何を学んだらいいですかっていうふうに聞いたんですよね。で、学んだらいいよっていうのは2つあって、1つが古典、中国の古典がいいよって。っていうのは、日本の古典だったら、例えば日本人って人がいいことをすれば相手からもいいことが返ってくるっていう意識じゃないですか。でも中国人ってそうじゃなくて、相手はいいことをするんだけど騙されることもすると。で、その交渉を しながら、なんだろうな、この政治をやっていくっていう、なんかそういうね、日本人とはまた違った視点でこう人との関係性を築いていくんですって。なので、そういうね、古典を学んだ方がいいよっていうのと、もう一つ歴史、この150年の近代原始を、学んだ方がいいよって言われたんですね。で、そこで言われたのがもう一つね、このせ、じゃあ具体的に誰から学んだらいいですかみたいなのを聞いたんですよ。そしたら、林秀臣先生っていう素晴らしい先生がいるから、そこの塾に行った方がいいよって言われて、そして来年1月からね、その塾が林政経塾っていう、政治家になる人だったり政治家の人が学ぶ塾があるんですけど、それにね、申し込もうと思って、今年1年間はそこで学んだ、まあ、お弟子さんみたいな人が福岡にいるので、はい、そう、その人のね、林何さん、秀臣先、この先生もね、日本の歴史とかすごくお詳しくって、言霊のこととか言ってるので、興味があったらね、調べていただきたいなと思うんですけど、だからそのお弟子さんのところで今年1年間僕は勉強して、1年後に、林秀臣先生の、政治のね、勉強塾があるので、そこに毎月東京かな、多分通うっていうふうに思ってるんですよね、通おうと思ってるんですね。で、これをなんで僕はこんなこと言ってるかっていうと、そういう意識、自分はこうなりたいっていう、例えば、もう本当にあれですよ、ハイブリッド車の、自分の目的ですよね、まず定めて、うん、自分がこの自分の人生の延長線上で見るのはガソリン車、自分がどうなりたいのかなっていうところから逆算して考えるのがハイブリッド車でしたよね。なので、僕は次は政治家だなっていうふうに思ってるので、4年後政治家になれるように、今からじゃあどんなものを学ばないといけないのか、うん、これもサムワークですね。皆さんがサムワーク、はい、S がサポート、 A がアドバイス、 M がモデリング。だから僕は A でアドバイスを選んだわけですよね。神谷宗平さんに、どうしたら、4年後、うん、選挙に受かって、すぐに戦力として使えますかと。で、モデルとするのは、まあ、神谷さんだったり、あとは林政経塾の、林秀臣先生ですよね、うん、だったりするので、うん、その先生とかに聞いて、で、僕はね、たまたまですけど、その神谷さんと話した次の次の日に、今回、市長選が福津市であったんですけど、去年の12月の末ですね、そこで当選された山本雄平さんっているんですけど、その方とね、会食をする約束をしてたんですよ。で、そこでまた山本雄平さんと会食をしながら、まあ、政治の話とかもね、させていただいたんですけど、っていう風に自分のアンテナが立ってたら、そういう人をこう引っ張ってこれるというか、僕がこう行動してるからっていうこともあるんですけど、やっぱ僕が政治家になりたいっていう風に思ってるから、この意識がこう、まあ、ムスヒってね、皆さん日本の歴史が好きだから、ムスヒって言うんですけど、まあ、引き寄せですよね、西洋的に言ったら。結びが起こって、こうどん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 ご縁が結ばれていくっていうことがあるので、まずはやっぱり自分のね、どこまで行ってもハイブリッド車でいる。ハイブリッド車っていうのは、自分がどうなりたいか、望む状況ですよね、うん、からイメージしたして、じゃあサムワークをしたり、うん、すれば自分の、望む未来に行けるよっていう話なんですよね。だから、そうですね、4年後僕が市議会選で出てますんで